Baby cried the day the circus came to town. Cause she didn't want parades just passing by her. So she painted on a smile, took up a song line, and she danced without a net upon the wire. I know a lot about her, cause you see, my baby is an awful lot like me. We don't cry out loud, we keep it inside.背筋はピンとした状態を保っていただいて、呼吸は自分の心地よいペースで、息は止めないように動きましょう。骨盤もこの時まっすぐ、笑顔で横から見た動きの時にも背筋はピンと、息は止めずに自分の心地よいペースで呼吸を繰り返していきましょう。この時自分の下腹部の筋肉を意識しながら、動いていきます。骨盤は曲げないように注意してください。それでは2個目の動きを説明していきます。動きは小さめで大丈夫です。腰を押さえながら骨盤を前後に揺らしていきましょう。この時背筋はピンと、下腹の筋肉を意識しながら、呼吸は止めずに自分の心地よいペースで前後繰り返していきましょう。横から見た動作を、この時背筋はピンと、前後に骨盤を動かしながら、それでは3個目の動きを紹介していきます。腰に手を当てながら、骨盤を意識して左右に動かしていきましょう。この時自分の下腹を意識しながら、背筋はピンと、呼吸は止めずに自分が心地よいと思うペースで動きを繰り返していきましょう。それでは横からの説明をしていきます。腰に手を当てながら、骨盤と下腹の筋肉を意識して動かしていきましょう。背筋はピンとした状態で、お腹の筋肉を意識しながら、この時も呼吸は止めずに、それでは4つ目の動きに移っていきましょう。今回リングがついているので動きは小さめで大丈夫です。骨盤で円を描くイメージで動いていきましょう。この時背中は丸めずにまっすぐ、骨盤で小さい円を描くようなイメージで、呼吸は止めずに自分が心地よいと思うペースで
動きを繰り返していきましょう。それでは反対も回してみましょう。皆さん運動いかがですか？気持ちいいですか？皆さん今日の動きはいかがでしたか？慣れてきたらリングを取り外していただいて、バランスボールでたくさんの運動をやってみましょう。